安全確認するのも大事な仕事。ロープで縛り落ちないように寝ます。そこへ寝る前に大事なもの預かってきてたんです。あれ置けます、ね、旦那さんから手紙預かってきてます。いやいいっすよ。なんでここでそれをしかも聞かなきゃいけないんですか。いやだって旦那さんが辛くなった時に読んでくれって言われたんです。ということでシェリーへこうして手紙を書くのは初めてだから少し緊張する。今日は洞窟に泊まるって言ってたけど寒くないかな、ちゃんと寝れてるのかなと心配してます。きっと大変なロケなんだろうね。けど大変って感じは大きく変わるので大変だから、やりきればきっとまた少し成長できると思うから、へこたれず頑張ってな。金八先生みたいな。どうしてました。ちょっとだけね。深夜0時就寝。うわ、ちなみに洞窟内にはコウモリが100匹以上いるので、寝ている時に糞を落とされることも。そんなこともつゆ知らず、意外にぐっすり眠るシェリーさん。お前すごいな。そしておはよう。え、快適？快適ではわからないですけど、まあ、寝れちゃうもんですね。寝れちゃうもんだよね、これだけ疲れてると。寝起きの午前3時、どんどん先に進みます。うわまたや。あーやだ、よっしゃ。そしてよし、ここが登るぞ。これああ、これですか。3階建てビルほどの高さがある断崖絶壁。当然その頂上までの距離も測ります。